さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。さあ、今回はヘブラ山山頂付近に来ていて、これからこの山頂にねアタックするつもりですが、馬子で行けそうなのは、行けそうなのはって言ったけど行けなさそう。この斜面、ちょっと無理っぽいかな。スレミーの小屋の方には行けそうだけど、まあ、とりあえず、行けるところまで行きましょうか。お、ゴーレムさんたちが復活している。この切り立った側からも簡単に行けるようになってるけど、まあ、それはそれ。これはこれ。あえて迂回していく。このまままっすぐ行くと小屋に行っちゃうから、お、頑張れ、いいぞ。宝箱を感知、お、謎トゲここにあるね。取り出せない。じゃあ燃やすしかないのかな。あ、取り出せないっていうか持ち上げられないタイプなのか。まあ簡単に燃やしてしまうのがいいんだろうけど、何か違うやり方で取れないかな。無理かな、さすがに。おとなしく燃やしましょうか。なんか所々に結構トゲがある。ドーン、お、いいね。雪が降っててもこういうのは大丈夫なんだね。あったかーい。はやぶさの弓、これはツバメの弓と交換していこうかな。でも結構この簡単に使えるのも嬉しいんだよね。弓をいっぱいコレクションしたいという俺の思いもあるんだけど、重心の弓を置いていく。置いてっちゃうか。はい、よし。さてと、おっと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 、やはりこちら側はかなり急斜面。じゃあここ登っていこうか。ゴーゴー。この辺りは岩肌が多いからスノーブーツいらずって感じかな。よし、今のうちに。おっと、雪玉に当たってしまう。雪玉に何かないかな。火炎の実を当てたらちっちゃくなるだけだしね。待てよ、ちっちゃくなったらどうなるんだ。掴んでられるのかな、カックウタさんは。気になる、気になるけど、それはまたいつか。さ、というわけで山頂にやってきましたが、トーレルーフで行くんだっけ。わー、覚えてない。あの船とかに乗ってさ、ボヨンボヨンと行くのは覚えてるんだけど、最初トーレルーフだったんだ。いやー、覚えてなかったな。ここはチューリの力がないとたどり着きづらいんだ。これ何に使うんだっけ。高さを稼ぐため。
かな。いや、天へと連なる島々に行く必要はないので、一旦引き返しますけど、おー、いい景色、うん。さ、あれがつつきき雪原。で、あれが次に行きたい地上絵。タバンタ大雪原の北の方。うん。よし。ついでだからここから、何かないか、チェックしながら行こうかな。うん。上から見ていけば怪しいところはすぐわかるけど。つつきき雪原、相変わらず言いづらい、つつきき雪原は、まあ、前見たことがあるし、でも下の方は見てないんだっけ？よく。上はね、ちゃんと見て回ったんですけど。なるほど。下の方か。何かあるかもな。魔物ハンターの人で噂を聞いて、と、洞窟には行ったんだけど、他のところは確か、小さな氷があるとかそんな感じだったっけ？それは前作だったかな？お、ください。うん。あの辺りはバネが、ゾナウギアであったかな。よし。さてと、こっちに行けばコログがゲットできる。うん。計画としてはまず、ヘブラ山をチェックして、その後に、カスラー山とか、カルーガ峠の山とか、あとは、飛行訓練場から西側を見て行きつつ、ここかな？この辺りをチェック。で、その後に、このスレミーさんの坂。ここは、あまり何かがありそうな感じではないけれど、かといって見ないわけにはいかないので、見ておいて、で、ヘブラ、北方の前に、こっちか。ヘブラ山、北岳と北方を見て、で、この謎の北の端のヘブラ北道みたいなところをぐーっと行って地上絵まで行くという感じでやりたいと思ってるんですが、ここは確か見たと思うんだけど、ぐるぐるとは見てないんだよね。確か、このマリッタ側から山をね、こうやって来て、ここのは見逃しましたけど、見落としたっていうのかな。で、ローメイまで行きましたけど、上の方のローメイもあるし、あ、東ヘブラソロ諸島、全然考えてなかった。危ない危ない。あー、なるほど。じゃあ行けたら行く感じで、行けたら行くっていうか、多分だけどこっちから行くのかな。この辺りには眺望台がないからね。ここか。うん。そっかー。すっかり忘れてたなー。そして、下方向に宝箱が。うん。洞窟の中かな？確かに、序盤は、その、宝箱がね、中身取れなくて、そのまま放っておいたことがあったんですけど、それは、後で悔やんでいて、うん。なるほど。じゃあ、まずはコログと洞窟チェックかな。ヘブラさんは広大です。うん。
よし。さ、遠目から見た感じ何かがある雰囲気はないかな。うん。よし。ふっ。お、あれはガチロックさん。あれを倒して確か水晶が出てきたはず。お、俺はこっち。よし。うん、怪しげな棚がありますけど、うん、このゲームではいわゆる雪庇って言われるような、その雪だけのね、こう張り出した部分があって、人が乗ったりするとガボッと落ちたりするようなところはないですよね。まああっても困るけどね、いきなりうわーって。たまにそういう遺跡もあるな、乗ってみるとガコンって下がって。うん、確かここに昔来た時はこのガチロックをやっつけて、その後は水晶を使って引き返したから、これ以上西側には行ってないはず。うん、よし。じゃあこれはぐるぐるとやっつけちゃおうかな。さ、ヘブラさん、東だけ、北のガチロック、東だけ、なんかこれ昔言ったような気がする。ヘブラさん、東だけ、北のガチロック、なんともちょっと回り黒い感じがするが、確かにそうだからしょうがない。ゾーラの体験。よし。おお、色合いは似てる。さてと、うん、一箇所だけ枯れ木。うん、何もない。あれは遺跡か。よし。あ、スタンプ消し忘れ。危ない危ない。お、こっちかな。お、懐かしい。ここ赤ボスボコブリンだったのが白銀になっている。うん。おー、ちょっと弓、弓。よし。左がひどすぎる。まあ、安全な寝込みを取ったんでしょうね。差し替え。白銀ボスボコブリン。赤ボコは？あ、青ボスボコブリンもひどいとこ取られてるな。うん。この、写し絵は、どうだったかな？アルバムに残ってるかな？残ってないっぽい。うん、やっぱり基本的にいつでも撮れるやつは消しちゃったか。うん、じゃあしょうがない。おっと、弓か。なるほど。ふん、いいよ。危ない危ない。賢者たちがすごい倒れる。見て、ルージュがいないなと思ったらいた。ちっちゃいからさ。よし、もらえるものはもらっとこう。いいよ。お、さすが固い盟約で結ばれてるだけある。マックストリフ、ありがとうございます。
よし、相手を凍らせるとなんかどうしてもゾロウマシン思い出すな。よし、オッケー。そっか、威力高いなと思ったらシドの能力に濡れたからか。たまになんていうか変なところに濡れてるなと思った時は大抵意識せずにシドの能力を使ってる時だな。うん、よし、代わりに持っていくほどではないかな。うん、さあ、お宝はどこだ。おっと、実際寒いところだとまだ水の中の方があったかいって感じでなるけど、その濡れた状態で冷たいところに行くともう本当に震えるというか凍えちゃいますよね。上方向、あー懐かしい、どうも。なんかトパーズがやたらと出てくるな。よし、あれ、なんかダメージが入ってる。チューリーがやったのかな。うん、これは火力のあるものでやらないと。重心の意味、あ、結構元気やるじゃない。よし、お、あれ、まあいいや。あ、上昇気流で上の方に遺跡が上がってるのか。タザキリバの剣、大きな風を巻き起こすことができる。大丈夫かな、浮かないかな。あ、やっぱ浮いてしまう、やばいやばい。うん、これは一旦置いて通う。あ、ちょっと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 どこ行った、どこ行った。いやいや、こっちじゃない、こっちじゃない、俺の森人の森人の槍がどこに行きました。下の方にはない。戻れこでチェック。ああ、そっち。いや待てよ、ライクライクの遺跡かもしれない。これか、あ、これだ。うわ、ちょっと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 、もやもや、ん、ようやく手元に戻ってきた。危ない危ない、しかも違うやつに気づかれた。お、落ちたのになんかボコーとか言って。よし、おお、びっくりした。逆側から登っていくっていうのもなかなか楽しいな。うん、よし、さあ堪能したところでこの上か。あったあった。よっ、兵士の槍付き長棒、とっても頼れるが、ほい、よし、これは槍としてはとても魅力的だが今あるからいっか。よし、しかし風がこうやって流れ込んでいって下からは上昇気流では、風がぶち当たるところはどうなってるんだと言いたくなるが、それはともかく噂の筒聞き雪原の下の方に来れたぞ。
ここはスノーブーツかな。確かその氷の塊とかは何とかしたと思うんだけど、そういうところ全然覚えてない。前作の話だったか、それとも今作の話だったか、ちょっともう自信がない。ん？あ、よかった、頭の方だ。よし、じゃあここを抜けてこの辺りヘブラ山東岳見ていきましょうか。うん、うん、この辺りは見たことがあるかな。よし、おっと、するのはちょっともったいないかな。お、外してない、よかった。よし、氷破棄リザルホスの尻尾は結構有能だからな。さあ天気も良くなったところで、あそこは前作ではコログがいたような気がするな。こういうところは大抵風車かレース系コログと相場が決まっていたけど、あとはこういう岩の下にいるかくれんぼコログ、かくれんぼというか、まあ岩コログというか、似たような名前が多くなっちゃうな。うん、おっ、しびれろ。お、思ったよりも声がすごい、わらららみたいな。ごめんね。うん、どうやって逆に出してるんだよそれみたいな。うん、一応あっちは見てはあるか、じゃあ大丈夫か。うん、獣がいるだけ。一応もらっておこうかな。お、あっと、あれは違うか、そっか、小鳥だ。小鳥か、雪原の小鳥いるのかな。なんかやたらとこう毛がふわふわしてるっていうイメージがあるけど、うん、よし、じゃあもう一段階降りていこうか。こういうところもさ、ぶっちゃけヘリコ使っていった方が、そっちの方が早く動けるかな。うん、あそこはどうだろう。何もないと思うけど、うん、こういうところにね、岩とかが転がってたりするっていうパターンもなくはない。よし、おっとっと、これは気合で、でーい、
下の方は気になるものが結構あるな。よし、ここは今何かあったような感じが。うん、あ、まあ大丈夫そうかな。とはいうものの気にはなる。うん、ぼっくりジャンプで戻ってこれるし、ちょっと見てこよっと。ほとんどこれ北の道を行ってるも同然じゃないかとか言って今思ってるけど、キノコとかハーブ、うん、あれ意外とたくさんあるな。ちょっと来てよかったかも。よーし、しめしめ、オッケー。ちゃんとここに登りやすいようになってるね。ふむ、今気づいたらさ、薪いらなくない？こういう草花があれば。あれ？ちょっと待って、今ユンボーに消された？ん？お？ちょっと待って、でもちょっと実験させて。これでこう、あー、一瞬はそのなんていうか出るけど長続きしないんだ。うん、そんなこと言ったらハイラルボックリにね、ユンボを体当たりさせればっていう話になっちゃうもんね。なかなかこれは大変そうだな。薪を使う使わないとか結構変わってくるのかも。このなんていうか、ちょっと丈夫そうな、これ。あー、できるわ。できるというか、わかった、ハイラルボックリが熱源から離れたんだな。この状態でこういける、そういうことか。薪に当ててハイラルボックリがそこに止まってるから上昇気流が生まれてたのか。なんだ、へえ、もっと早く知りたかった。なるほど、その燃えてる場所さえあればそこに長くハイラルボックリがとどまるように置けばいいんだね。でーい、油断してる獣をやってしまう。これも弱肉強食。うん、一旦降りようかな。うん、お、地上絵がはっきりとは見えないけどかなり近くなりましたね。うん、というわけでハイラルボックリを普通に置いただけではおそらくダメだよね。一瞬で消えてしまう。しかしポイッと、あれ、思ってたんと違う。じゃあ何、さっきのちゃんとあのいかにもなんかたくさん燃えそうなところだったからできたの？そういう違いがあったの？おい、あー、確かに小さな雑草だとダメだけど、ああいうまとまったとこならいけるってこと？お、ラッキー。ふむ、さあ新しい知見を得たところで、怪しげな大岩、お、いっぱいある。しかし大岩が何かっていうパターンは今までほとんど見たことがない。うん、
うりゃ無理か。えい、あーむ難しい。おっ、こっちに。ふう、しょうがない。俺のハイラルボックリをくれ。外しました。やっぱりでっかい薪の方がいいな。ふう、余計なもん出てきた。ふう、うん、さあグリオークを見え始めて届かなーい。よし、さああとはこの辺りとかを見ながら、うん、これでヘブラさん東岳の東はコンプリートできるかな。お、ちょっと、えー、登りましょう。険しい。ふう、お、さっきのゴーゴースミレが仲間になりたそうにこちらを見ている。ほい、ようやく登った。うん、オッケー。この橋の方には何かありそうで何もない時もたくさんある。うん、しょうがないね。でも確か前、そうだよね、グリオークと戦ってた頃に上の方からコログがいてみたいな感じがあったかな。やはりなんだかんだその一番高いところとヘリに値するところは怪しい。うん、リンクも走りっぱなしで大変お疲れでしょうけど、もうちょっと頑張りましょう。うん、風車とかもなさそうかな。キラッと。よし、やはり山肌に交渉はだいぶ減った気がするな。うん、遺跡片は突き刺さってるけど、遺跡片だけじゃ何かアイテムがもらえるわけではないからね。よし、だだっ広いところに大物の魔物もいなかったし、これで東岳の東は完了したと言っていいのかな。うん、 OK、 じゃあ一旦山頂付近に戻って、どうしようかな、この辺り見ておこうか。スレミーさんのところから行くと、ん？ここって下からか。じゃあどうしようかな。馬のところにワープできればなーって思ったりする。でもおかしいか。前作ではね、馬を自分のところにワープさせることはできたんだけど、馬の場所に戻りたいなー。ワープマーカーの携帯なんてらみたいな。
そういうのが欲しいな。と言ってもまあ、ロベリーさんが作ってくれるかどうかわかんないから、まあとりあえず、ワープしましょう。よし。じゃあ、ある意味では正規ルート。よっ。これは、弓で。あれ意外と硬い。よし、ゴーレムの号泣。なんだっけな、なんか弓で取ってないやつがあったんだよな。あれ、トーレルーフでいけるわけではないのか。まあいいや、普通に行こう。うおー、うん、よっ。だいぶ成長してここに戻ってきているわけだけど、プレイヤー自身はそんなに成長してないから、なんていうか、謎解きとかなんか最短経路とかを弾き出すのはちょっとより弱体化してる疑惑があるから、そこはご了承願いたい。うん。さあ、東だけ上から見ていきましょう。うん。まあ急斜面に何かがあるってことはほとんどないから大丈夫かな。うん、さてさて、この辺りは一応要チェック。スレミーの小屋の北側。あとはこっちか、いわゆるヘブラ北方。うん、ここはさっき見たから大丈夫かな。上から見て怪しげな出っ張りとかはなさそう。カチロックくん、あれはさっき見たところか。そっか、確かにああやって見ると怪しいところに見えますね。普通にカチロックくんって撮影したっけ。あ、してあるね。じゃあいいや。魔物で取ってないやつってなんだろう。ボスボコじゃなくて、ちゃんとさ、一回こうやって詳細見てる状態が継続されるんですね。へえ。違う違う違う。うん。取ってない魔物。あ。アイスウィズローブの上位種。どこにいたっけ？まだ会ってないかな？いかにもなんかヘブラさんにいそうだから、そのうち会えそうだけど。うん。あとは？隊長ゴーレムとブロックゴーレムの間。隊長ゴーレムのさらに上位種がいる？うん。いてもおかしくはないかも。うん。雪原狼は取ってあるね。よし。OK。というわけで、魔物の数がね、ネタバレになるっぽいのか、ちょっとよくわからないから。もしかしたらカットされてるかもしれないけど。うん。マップ。うん。ここを上がって、って感じかな。でも上から見た感じ何もなかったし、いっかな。これも一応、燃やして、
あ、燃えないんだ。へえ。ほう。意外。うん。間違えた。いやいや、うまこが来ようとしている。ちょっと、困る。いやいや、無理でしょ、そこからは。ちょ、ユンボ、でーん。ぽっくり。意外といかない。待って、やっちゃった。なんか操作をミスってる、すごく。ごめんね。いや、めちゃめちゃ来よるわ。どうやって来たの、さっきのところ。うおぉ。自ら迎えに行くしかない。だー、来ないで。諦めて。大丈夫？心配。ちょっとしかも登れないし。巻き。あー。俺の操作ミスが、うまく危険な目に。うん。よし、ここからなら。わあ、めちゃめちゃギリギリまで来よる。よし、どうやって来たの？結構ここ険しいよ。降りるだけなら簡単なのかな。なかなか頑張る。頑張れ。降りることはできても登れないんじゃちょっと困ったぞ。どこから来たんだい？なんとか馬ステップでいけないか。うん。頑張れ。無理かな。助けられないか。どうやって来たの？向こう側から来たの？よし。でい。あ、こっちから越えてきたのか。なるほど。ここ来たの？うわー、いけるわ。すごいわ、この子。感動した。おお、ちょ。ふう。ちょ、こっち。何？ちれい。うん、普通に。あ、焼き獣肉になるんだ。へえ。ここはゴリっちゃおうかな。ん？うん、やめた。よし。いやー、なんとか救出できたか。こんなところまで連れてきてる俺が悪いんだけどね。おっとっとっと、懐かしのスレミーさんのところ。盾足りてる？うん。
おっと、お久しぶりです。やあら、いらっしゃい。縦サーフィンライフ楽しんでる？最近あの砂漠でめっちゃ楽しんできました。うん、今はいいです。はい、ここでいろんな縦の撮影をしたんだよな。実物は違うところじゃないと見れなかったけど。寝られる。朝まで。よっ。よし、ハート一つでも大切だからね。お、いい天気。さてと、ここで調べてないこと、北方に行くべきか。あ、縦サーフィンルートを使って下に降りていって、カルーガ峠とかカスラー山に行くか。うん、そうしよっかな。この近くは、祠もあるし、じゃあここにうまく置いていこうか。これは縦サーフィンしたいから、やはりハイリアの盾。じゃあまずはルート取り、こっちに行きたいんだよね。中途半端なところも気になるから、こうこうこんな感じかな。これ縦サーフィンじゃなくて、ほとんどパラセールでなんとかなるっていうか。あー、あそこはちょっと前気になって登ったとこだな。いろいろ雪玉が置いてあって楽しそう。さあ下の方、ボスボコ隊へとつながる道。ここは実際には登ったことはないけれど、特に何もないっぽいかな。こういうところにいることはほぼないとは思ってるけど。小さな氷の塊もないっぽいし、大丈夫か。これはちょっと狙えないかも。あー、よかった。あ、しかし凍ってしまう。急げ。あー、間に合った、よかった。というわけで、ゴーゴー。よし、そしてこう上がると。あ、そっか、なるほどね。ちょっと壊させてみよっかな。武器は、よし、どんどん来い。よし、あれー、あ、ちょっと動き始めるの遅っ。あった、よし、雪玉一回で壊れちゃった。もったいないな。ガチロック削願望、えい、あた、どう、なんと強力な。ふう、風切り場の槍、懐かしい。ずっと愛用してるけど、基本的に敵を叩くことがないから耐久力はなかなか減らないんですよね。とても便利。よし、吹雪いてきたね。
溶接グリオークさんがまた現れた。よし、さらにもう一つ下って、うん、この辺りはちょっと一応近づいてみよっかな。獣肉がいっぱい手に入る。うん、登りづらい。白樺っぽい木。うん、向こう側は前見たか。お、なんかつい取りたくなる。うん、さてと、お、うん、ここはチェックかな。ビロン雪原、かつては大きな白い鳥が羽ばたいてるかのように見えるというものがありましたけど、写しでも撮ったかな、シャリ畑から。うん、オッケー。うん、おーっとっとっと、謎セーブ。よし、ようやく縦サーフィンルート。以前は洞窟に入ってスレミーさんを助けたから、どうかな。縦サーフィンではこういうところ結構ルートでね通ってるけど、探索してるとか言われたらしてないかなみたいな。あっと、まあいいや、ほとんど縦サーフィンしてないね。まあパラセールの方が広めにゆっくり見られるからいいんだけど。うん、何もないかな。ああいう奥まったところにたまーに岩があったりしますからね。うん、お、謎霊気の実くださーい。うん、ふう、氷でも水でもサーフィンできちゃうぜ。よし、さーっと降りてきて、これは消しちゃおう。うん、ちょうどつながるところ。ん、おっと、遺跡編。ちょうどつながるところに行ったつもりが真逆に行っている。なんという方向音痴。よし、何がよしかはわからないが、とにかくよし。高い木はチェック。さてと、なるほど、カルーガ峠、カスラー山、そして飛行訓練場の西側。うん、でも時間も時間だからな、ギリギリなとこだな。
よし。最近動画時間が長くなる傾向にあるから、今回はこの縦サーフィンルートを確認したところで一旦区切ろっかな。うん、今回は目立って何かがあったというわけではないかな。宝箱をちょっと取ったぐらいだけど、思ってるかはコログがいなかったかな。うん、結局そういえばこういうところだったらハイラルぼっくりジャンプができるという認識でいいのかな。おお、うんうんうん、どうなんだい。さっきはできたじゃん。できたりできなかったりちょっとわからないんだけど、あれか、あれならできるか。ほい、あーダメだ、あ転がってしまってるからか。やっぱり基本的にはハイラルぼっくりがとどまってくれないといけないのか。うん、何かこう薪を置かずに簡単にできたら楽なんだけど、結構斜面とかでね薪置けないっていう状態あるから、それでもハイラルぼっくりジャンプができたら楽だなぁとは思うんだけど、どうにか。でもなぁ、薪の代わりに何かを燃やしてしまうとか、転がりづらい素材ってなんだろう。薪の形がそもそも結構その縦側には転がりづらいんだけどさ、うん、これをねどうにか。うん、こんな感じで転がる方向決まってるから、ある意味ではこれが一番いいんだよな。前作にはねリモコン爆弾っていうのが球の形をした丸型と立方体の形をした四角型があって、四角い方は転がりづらいっていう特徴があったんだけど、ああいうアイテムがないかな。うん、ハイラルぼっくりを先に置いといて、これに何かこう特定の赤チュチュゼリーとかをぶち当てるとなんかこういい感じになるとか。あ、ダメだ、消えちゃう、すぐ消えちゃう。せめて3秒、いや5秒ぐらいは持続がないと。うん、なんだかんだ薪なのかな。火打ち石火打ち石、まあダメだよね。でも火打ち石は結構そこそこなんていうか動きづらいものではあるかな。うん、ちょっとつついてみようか。これがいいかな。お、燃えるだけ、燃えて消えた。なるほど。わあ、クマークマールージュルージュだったら、あれ逃げよるが、来よるが、あ、なんだ頭に当たっちゃう。でも体力100以上あると思うんだよな、あのクマ。うん、あー待って、もしかしたら戻れ子中にやれば転がってる薪でも全然いける。転がりそうな斜面これぐらいかな。ここに、あ、待って、ちょっとなんか上と下を間違えてる、やばい、疲れてるのかな。うん、この状態をこうして
ま、待って待って、巻き？うんうん、まあ、いいや。とりあえずこれで、こう。確かに、斜面で転がるところをささっと止めることはできる。焚き火になろうとする力はかなり強めで、かなり急斜面じゃないとずり落ちていかないから、こうやってね置いて投げるまでの時間がかかっちゃうんで、薪の束がってことにもよくなるんだけど、これをこうして、これにこう、浮いてるところに当てたらどうなる？あ、いけるんだ。へえ、面白い。あ、やっぱり消えちゃうかな。なるほど、リンクは立ってられるけど薪の束が置けない斜面、それに対してこうで浮いたところをこうして、こうじゃ、おお、なるほど、一つ勉強になった。あるからね、結構こういう薪の束が転がっていってしまうような場所、取り出せないそもそも。へえ、ちょっと自分がダメージ受けるかもしれないけど、こういうのも、あれ、あ、そっか、地面に近いとそうなっちゃうのか。一応取り出せるけど、投げるでもいいか。あっとっと、結構早く、あー、まあまあいいや、実験だから、実験だからね。でこうじゃ、でこう、おー、他の植物を使わなくても全然いいじゃん。もうユンボーさんに今まで火つけてもらってたけど、これでその凍った氷もすぐ押し当てて溶かすことができる。ああ、そうなるんだ。へえ、勉強になった。面白い。違う、これじゃない。ほい、なるほど、戻れ子の使い方、また一つ身についたかも。しかも普段よりかちょっと高いところで上昇気流が作れる。なんてこった。これをあと300パートぐらい前に知りたかった。なるほど、これはまあいい勉強になったかな。薪の取り出しやすさとかね。なるほど、結構やっぱり何かを改良しようと思えばなんとかなったりするんだね。ありがとう。なんかふと思ったんだよね、ハイラルボックリーもうちょっとうまく使えないかなって。へえ、楽しい。この場合は落ちた後にこれでよっ、でこうこう、うりゃ、上昇気流の場所もこうやって変えられる。ある意味ではその上昇気流を移動させることができる。へえ、面白い。面白いけどいつ使うかって言われたらちょっとわからないけど、でもまあこれもまたティアキンらしいやり口ができるんじゃないかなと思います。さあそんな感じで、今回はね、物的な得られるものは少なかったけど、新しいテクニックを覚えられたのが良かったかなと思います。さあというわけで、じゃあ今回は、ヘブラン山山頂及び東岳を調査することができました。というわけで、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。